日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスーパーで買ってきたケーキ3種類を食べたいと思います。まずこちらがモンブランタルト。どこのメーカーさんだろう。あと、なんだろう、楽しい、ダメだ、わからない。そして続きまして、こちらもモンブランタルトとニューヨークチーズケーキのセット。モンブラン好きなんですよね。で、こちらはホットケーキです。だからホットケーキって家庭でもホットケーキミックスって簡単に作れるイメージがあるんですけど、それをあえて売り出すっていうのはよっぽど自信があるのでしょうかと思っても、だからあえて買ってみた、そんな感じが状態です。ではまずこちらのモンブランタルトから食べていきますね。チャンネル登録よろしくお願いします。横から見るとこんな風になってます。ではちょっと崩れちゃったな。いただきます。はい、続きましてはこちらのモンブランタルトのニューヨークチーズケーキのセット。こちらのモンブランタルトはクランチ、まあ、さっきのクランチとかは載ってなかったんですけど、これその代わり小さめ。どちらが美味しいのか。では、はい、横はこんな感じになってます。では、はい、ハーフの、そして最後のホットケーキ、まあ中に入ってこんな風に2枚1セットとシロップが一緒に入った袋が あって、それを出すとこんな風になります。まあシンプルなホットケーキですよね。はい、それでは、確かに侮れない商品もあるんだけど、一方でこれはなーっていうのもあるなー。秋は確かに感じられたんだけど、やっぱりこれは買うより自宅で作った方がほかほかでふかふかでいいのかもしれないと思えるような部分もあるな。最初に食べたこちらのモンブランタルトと次に食べたこの商品のセットのモンブランタルトは、どちらもモンブランペーストの部分から栗の甘さを感じることができましたが、食べ比べてみると、どっちかと最初に見たこちらのモンブランタルトの方が下の方の生地がサクサクしていて、よりタルトという印象を受けて美味しかった。こちらはサクサク食感がちょっと足りなかったかな。あとクランブルが食べづらいのもボロボロ崩れてしまうので、ちょっとかなと思いました。なのでモンブランタルトはこちらの方がおすすめですけど、でこちらのニューヨークチーズケーキはねっとりとして濃厚なチーズケーキの食感が口の中に広がってきて美味しいです。ニューヨークチーズケーキってどちらかというとケーキ屋さんというよりはスターバックスではカフェで売ってるイメージがあるのですが、コーヒーと一緒に食べるものなのかな。あんまりケーキ屋さんで見ない気がするんですよね。自分だけかもしれませんが。で、最後に食べたこちらのホットケーキ、これは温め方が書いてあるのですが、本当に温めた方がいいですね。最初ちょっと出してそのまま食べたんですけど、ちょっとボソボソしていてかなり水分が取られてしまう。で、この電子レンジとオーブンで加熱してみました。電子レンジとオーブンで加熱してそれらも比べてみたんですけど、どちらかというと電子レンジの方がよりふんわりもっちりとした温まり方になって美味しかったですね。オーブンの方は自分のここに書かれている通り1分でやったんですが、それだと足りなかったのか中の方にまだボソボソ感が残っていましたし、表面もカリッとまではいかませんでした。まあ、使うトースターの種類にもよるとは思うのですが、この温め方は電子レンジが一番おすすめです。というわけで今回はこちらのモンブランタルトが一番美味しかったので、モンブランタルトを代表として5点とさせていただきます。はい、それでは、おぼろ月、木のなる方に光さすや。最後字が飛び出してるし、その光が何を導くのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。